世界大学ランキング、世界ランキング1位はですね、11年連続日本の大学どうなってるのかですね。 The University of Tokyo、 東京大学ということで、で続いて京都 University、 やっぱ宮廷大学強いですね。慶応大学が次第のトップですね。本題始まりました。むちつチャンネルです。さあ、やってまいりました。世界大学ランキング。2023年度版が出ましたので、そちら紹介していきたいと思います。もう1年経ったんですね。はい。今回もですね、この、Riley Simond。まあ、イギリスの教育機関が出している2023年度版を見ていきたいと思います。まあ、アジアのね、大学もいろいろと入ってますし、日本の大学も入っているんですが、一体どういう風になったのかね、見ていきたいと思います。では、世界ランキング、まずは見てみましょうか。世界ランキング1位はですね、11年連続マチャチューチェッチュ工科大学です。はい。MIT ですね。マサチューセッツインスティテュートオブテクノロジーです。はい。まあ自分はね、寮に泊まったこともありますし、今、教え子が行ってます。ちょっとまあコロナ禍収まったから行けるのかな。動画に出れるとかはわかんないですけど。MIT です。さすが。2位が University of Cambridge。はい。ケンブリッジ・ユニバーシティですね。で、3位がスタンフォードですね。スタンフォード大学。やはり、すごいんですよ。なんか日本ってね、ハーバードがなんかすごいってイメージですけど、やっぱ自分のイメージはスタンフォードなんですよね。で、4位が University of Oxford ですね。はい。オックスフォードとケンブリッジはね、イギリスの二大巨頭ですからね。まあちょっとね、イギリスの教育機関だから、イギリス有利になってるんじゃないのとかね、ちょっとね、声も上がるんですけど。で、5位がハーバード・ユニバーシティ。はい。ここでハーバード出てきます。で、6位がカリフォルニア・インスティテュート・オブ・テクノロジー、カルテックですね。まあこのカルテックが西海岸で、MIT が東海岸で、理系のね、ワン、ツーで、戦ってますけど、そのランキングによっては1位になったりすることもあります。で、同率が Imperial College London ですね。はい。イギリス側にね、留学する人だったら、もう超絶有名です。え、続いて UCL、はい、University College London ですね。こちらもやっぱりイギリス側に留学する人にとってはめちゃめちゃ有名。で、次は ETH Zurich。はい、そうですね。チューリヒ工科大学。こちらも、まあ、おなじみです。で、10位が University of Chicago ということで、シカゴ入りましたね。で、11位に National University of Singapore ということで、NUS ってやつですが、はい、シンガポールの大学が入ります。アジアナンバーワンはシンガポール。で、次は北京ユニバーシティですね。北京大学。昔は東大の方が上だったのに。で、13位にユニバーシティオペンシルベニアですね。はい。あ、ペンシルベニア大があって。で、次はチンファイユニバーシティ、聖火大学ですね。で、ユニバーシティオブエディンバー。で、EPFL、あ、スイッツランドの、スイス連邦工科大学、ローザンヌ校ですね。で、プリンストン、イェール。とやって、南洋テクノロジカルユニバーシティ、シンガポール。ということで、またシンガポールの大学があって、で、コーネルですね。コーネル大学。まあ、アイビーリーグが出てきたりするわけですね。21位にユニバーシティオブ香港が入りますね。で、22位にコロンビア。コロンビア大学が入って、まあ、宇多田ヒカルさんが入って、ビリギャルも行きます。で、23位に、The University of Tokyo、東京大学。ということで、東大は23位でした。なるほど。じゃあちょっとアジアのランキング見てみましょうか。サーチリージョンをアジアに変えればいいと思うんで、1位がまあ先ほど全体で11位だったナショナルユニバーシティオブシンガポールで、北京ユニバーシティ、チンファイユニバーシティ、南洋テクノロジカルユニバーシティシンガポールで、ダイユニバーシティオブハンコンで、その後に東大が続くので 1,2,3,4,5,6 位ですね。アジアで東大は。で、次にソウルナショナルユニバーシティということで、ソウル大学、まあ全体で29位で、アジア7位。で、次が、フーダンユニバーシティ、上海の大学ですね。まあ、日本語読みすると、フクタンになるんですかね。で、続いて、京都ユニバーシティ、はい、36位。全体の。で、次に、The Chinese University of Hong Kong という形で、やっぱ、中国の大学が強いね。で、40位に、The Hong Kong University of Science and Technology が入って、42位に、KAIST が入ってますね。Korea Advanced Institute of Science and Technology。韓国の理系のトップですね。で、次が、Zhejiang University。高大学ですね。日本でいうところの。で、上海、ジャオトンユニバーシティ、シティユニバーシティオブ香港。はいはいはい。で、55位に、はい、東京インスティテュートオブテクノロジーが入りました。はい、東工大です。65位、ダ・香港ポリテクニックユニバーシティ。で、68位に大阪ユニバーシティ、はい、大阪で入りました。で、ユニバーシティ、マラヤか。70位ですね。まあ、この辺がアジアのランキング。で、アジアの大学はどれぐらいランクインしてるのかっていうやつなんですけど、そのトップ500内に、中国は71、シンガポールが3、香港が7、あ、分けてるんですね、香港と。韓国が41、日本が50と。あ、なるほど、中国の方が多いんだね。で、マレーシア24、台湾26、これも分けてんだね。インド41、インドネシア16、タイ10、ブルネイ2、パキスタン13、フィリピン4、マカオ2、ベトナム5、
バングラディッシュが4で、スリランカが2と。ああ、こういう風になってるんですね。なるほど。じゃあ、具体的に日本見ていきましょうか。一体日本、どこがランクインしてるんでしょう。50個、見ていきたいと思います。多分ね、意外だと思います。じゃあ、日本の大学どうなってるのかですね。まあ、先ほど言いました。1位は、University of Tokyo ですから。23位で、京都大学が36位。東工大が55位。大阪大が68位。で、79位に東北大。で、112位に名古屋大。やっぱ宮廷大学強いですね。135位に九州大。141位に北海道大。で、197位に、あ、出ました !KO University です。はい。KO 大学が次第のトップですね。で、続いて205位に早稲田 University。はい。早稲田に勝ったぜ。で、続いて312位に University of 筑波。筑波大です。338位に広島。363位に神戸。ああ、ここに入るんだ。で、392位に東京 Medical and Dental University。あ、東京医科歯科大。490位に千葉ユニバーシティ千葉大。ここからこの幅が広くなります。501位から510位の間に横浜シティユニバーシティ。横浜市立大。横国よりも横市の方が上なんだね。で、次は531位から540の間に一橋ユニバーシティ。あ、一橋。で、560位から570位の間に新潟ユニバーシティ。571位から580の間のランクで長崎。601から650に岐阜。金沢。同じエリアに岡山、大阪シティユニバーシティ。ああ、大阪一律。で、651位から700位の間に群馬。熊本。で、701から750に鹿児島。52に立命館。あ、立命館入るんだ。へぇ。徳島。東京メトロポリタンユニバーシティ。はい、東京都立大。で、東京ユニバーシティはアグリカルチャーテクノロジー。農工大。大阪プレファクチャーユニバーシティ。大阪府立大。次はまた広くなって801位から1000位の間。インターナショナルクリスチャンユニバーシティ ICU。立命館アジアパシフィックユニバーシティ。おぉ、ここに APU 入るんだ。へぇ。で、信州。ソフィア、あ、上智ですね。東京 University of Science。わ、理科大。山口 University。横浜 National University。あ、横国、ここか。で、次は1001か1200のところに同志社。京都 Institute of Technology。京都工芸繊維だよね。入試問題むずいんすよ、英語。まあ、こんな感じですかね。まあ、まだ他にも。最後まで行けば、同じところに九州 Institute of Technology。九州工業大学。名古屋 Institute of Technology。名古屋工業大。埼玉。あ、埼玉。東海、東海大入るんだ。青山学院、うん、近代ユニバーシティ、近畿大ね。で、関西学院なんだ。へぇ、アルファベット書きで KW なんだ。で、明治、あ、明治ここ入る。立教、芝浦インスティテュート・オブ・テクノロジー、あ、芝浦大学。まあ、理系が高く出るんだよね、このランキングいつもね。という感じで、まあ、ここまでが、その全体のランキングに入ってます。それ以下の大学は入ってないですね。ここが最後。という感じでした。そう、芝浦はね、関東のね、理系だったら有名ですからね。さあ、こんな感じでした。皆さんはどう思われますか？ぜひ、コメント欄でご意見を聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. あなたの大学は入ってましたか？